間違いだらけの社員教育。はいえー、皆さんこんにちは。えー、尾野瀬雅也ですえー、間違いだらけの社員教育ということで、えー、これからですね、えー、少しずつあのー、社員教育についての内容をお,お伝えしていきたいなというふうに思っております。で、今日はまあ、第1回目ですので。 私が考えるところの社員教育というのは何なのかということをお話ししておきたいと思います。そんなに難しいことではないんですけれども、あの社員教育という概念をですねどう捉えるかによっていろいろ違うので、今回はそのまあ第1回ということで、その社員教育というのは何なのか、まあ、私が考える社員教育とは何なのかというところをお話をさせていただきたいと思います。であの社員教育 えー、してますかっていろんな経営者の方でお聞きするとですね、えー、皆さん皆さんでもないんですけど結構の方がちょっと顔を渋い顔してですねいやあんまりしてないんですよねみたいなことをあのお答えになる方が多いです、えー、まあいろいろなかなかその社員教育にあの忙しい中で社員教育にいろいろ手間暇かけてられないっていうのが、まあ、現実なんだろうと思いますで一方でですね あの頑張ってますよっててまますすよいう会社もありますでじゃあ具体的にどんなことやってるんですかっていうことをお伺いすると、えー、いろいろ研修を受けさせててますすよっていうにうにお答えになる、まあ、会社が多いで,す、えー、でそ,それを見ると社員教育っていうのが、えー、イコール研修まあちょっとょ極端な言い方をすると社員教育っていうのは研修をやることなんだっていうふうに捉えてる方が割と多いような気がするんですけれども。 それはやっっぱりちょっと違いますねあの研修が社員教育の一つだと一貫であるということは間違いないんですけれども社員教育がそのあのイコール研修ということではないということですで社員教育っていうのは、えーまあ、私が思うにはもう極端な言い方なんですけど社員に関わること全て、えー、何らかの形で教育になってるんじゃないかというふうに思います、えー、社員教育っていうのは例えばあの、まあ、研修 ですね、えー、オフ JT、えー、仕事場を離れたところでのトレーニングが研修まあこれもけんあの社員教育の一つですよねそれからそのあの反対といいますか職場での指導 OJT なんて言われてますけれどもオンザジョブトレーニング、えー、職場での指導もこれもあの社員教育ですねで、えー どんな仕事を担当させるかこれ OJT にも関係してきますけれどもあの担当の仕事を、えーまあ、どんなことをやるかによって成長するかとかあの新しい能力を身につけるとか、まあ、いろいろ変わってきますのでどんな仕事を担当させるかみたいなところもあの社員教育の一環としていろいろ考えてらっしゃるのではないかと思います。ですので、まあ、社員教育っていうと一番頭に浮かぶのは何ていうか研修をやってるかどうかみたいなところかなと思うんですけれどもそれ以外にも。 まあ職場でどういうふうに指導してるかとかあとどんな担当の仕事をさせるかっていうようなことが、まあ、あの人材育成社員教育の一環だぞっていうことはあの多くの経営者の方が認識されてるんじゃないかと思いますでこれについてはあの全くその通りだと思うんで全然違うわけではないんですけれどもあのこれだけだと捉えてしまうとちょっと狭いんじゃないかなというふうに私は思っていますその他にもいろいろあるんだろうというふうに考えてますじゃあ具体的に何なのかっていうと 例えば会社のビジョンミッション理念、えー、うちの会社はこういうのを目指してるんだぞっていうようなとこですね、えー、何のためにうちの会社はあるんだぞっていうようなことですでこれは結局これがあることによってでこれを社員がしっかりと知ってることによってどんなことをやればいいのかっていうことが社員も分かりますのでどんなまあ能力を身につけていけばいいのかっていうことも分かりますので、えーまあ、これが社員教育の一つになるっていうことですねで、えー、あと評価制度 評価制度っていうのは、まあ、あの社員教育とは違う感じで捉えると思いますけれども。 評価制度、何を評価するのかっていうことをまあ明確にしてあれば当然その人はですねその評価されることを頑張ろうっていうふうになりますので、えー、まあそっちの方に能力が伸びていくってことですね評価することを頑張るので、まあ、その評価されることは伸びていくし、まあ、評価されないことは頑張らないのでそっちの能力は伸びていかないそういう意味でいうとこれも社員教育の、まあ、社員教育というとちょっとあの 違うかもしれません。けれども、あの社員の育成について考えるっていう意味で言うと、これも影響を与えるということです。で、同じようなことで職場の環境ですね、えー、物理的な環境まあ、広いとか狭いとか暑いとか寒いとか、えー、汚いとか綺麗とかですね。まあ、そういうことと。あと人間関係、えー、職場のまあ上司。 それから同僚、まあ、隣の部署の人いろいろあると思いますけどそういった人間関係がやはりその,その人の働きやすさとかですね気分よく働けるかちょっと嫌だなって思いながら働くかみたいなことに関わってきますのでそうなるとやはりその気分よく働いていればあのいい仕事をするでしょうしあとあのより頑張ってやろうというふうな考えにもつながっていくと思うんですね。そうするると、まあ、成長につながる逆にが逆 こんな会社はこんなところで働いてらんねえよって思うような状態だと、えー、全然頑張ろうっていう気になりませんので当然能力も伸びていかない、えー、つまり、まあ、この職場の環境なんかも、えー、なんか教育をしてるっていう感じではないですけれどもあの人材を育成していく上での、まあ、関連した要素ではあることは間違いないっていうことです。 から同じような感じですけれども、福利厚生ですね、これも、あのーまあ、どこまでできるかっていうのはいろいろあると思いますけど、より充実してること、それから社員にとって望ましいことがある方うが、まあ、社員にとってはモチベーション上がるし、えーまあ、それが、まあ、その人のモチベーションにつながって、能力開発にもつながっていく。 かから給料とか勤務条件も同じですねでこの下の方の,、まあ、あの評価制度職場の環境福利厚生給料勤務,、えー、勤務条件、まあ、この辺のことは普通はあんまり社員教育だというふうには捉えないと思うんですけれどもただ、えー、人の力を引き出してそれで組織力を高めていこうというふうに思っているのであればこの辺もあのすごく影響があるということを忘れてはいけないということになります。でですので、えー 先ほども申し上げたんですけど社員教育っていうのは社員に関係するものすべてが、えー、関係してるんだとでそれは社員のモチベーションに、えーまあ、関係してくるんですよねいろんなことが。で、えー、そうすると能力開発、まあ、自分で頑張ってやっていこうっていうような意欲にも影響してきますので結局その幅広く捉えておかないとあのいけないぞということなんです。 でえー、まあ繰り返しになりますけれども社員教育っていうと、えー、研修をやってるから、まあ、社員教育やってんだぞっていうふうに、まあ、捉えてる方があの多いような気がしますでこれはもちろんあの研修をやるっていうことは素晴らしいことですからいいんですけれどもそれだけじゃないんだぞということですね社員教育っていうのは研修イコール研修ではないっていうことですこれだけやってればじゃあ社員はどんどん育つのかっていったらそんなことはないっていうことですね。もっと幅広く、まあ、捉えておく必要があると。 ということですせっかく、まあ、研修を一生懸命受けさせたり自分の会社でやったりしてもその他のところが条件が整ってなかったりすると、えー、社員のモチベーションが上がらなくてそれで結局効果もないなんていうことに、まあ、なりかねないわけですね。なので幅広い観点で社員教育といいますか、まあ、人を育てるっていうことを捉えておくとあの良いのではないかなというふうに、えー、思います。 えー、以上で今日初めてのあれなんですけど社員教育とは何かということであのお話しさせていただきました、えー、どううもありがとうございました。